矢作神社を出発する出し矢作の里祭り矢作町霧土にある三区最礼三社像矢作神社秋の大祭は愛知県岡崎市の矢作神社及び矢作町界隈で開催される祭り。江戸期より矢作の四つの集落がそれぞれ出しを保有し待ち引きを競い合った。明治末あるいは大正をはじめに上の節の所有する出しが 北郡南地田3階へ800円で売却された。この出汁は現在、南地田町3階西村区の八幡社の祭礼出汁として保管されている。西村区ではほぼ3年ごとに町内引き回しを行っている。1923年6月1日、愛知電気鉄道が新地流下利益西岡崎駅間の路線を開設。これにより、東の節の出汁は八剣社から、 八は神社までの巡行が不可能となった。そこでやむなく壁海軍カリ朝鮮、田中組へ売却されることとなり、それからさらに1947年には、知留市宝町へ再売却された。この出汁も現在保管されており、知留祭りで披露されている。2016年10月1日と2日、岡崎市政志向100周年記念事業。 新世紀岡崎チャレンジ100の補助事業として、岡崎市立矢作東小学校学区で、矢作の里祭り2016が開催された。この祭りに合わせ、2台の出しが初めて同時に、引き回された。引き回しは、初日の10月1日に行われた。コースは、以下の通り。肉出し、矢作神社大宮雪樹神社や、萩館、光明寺矢作神社、三区出し。 やは神社大宮雪樹神社や、はぎ館、光明寺鶴出しか渡るごあぐり神社毎年10月1日、2日に行われている。以前は7月中旬に行う夏祭りであった。この2日間に土曜日と日曜日が重ならない時は、出しの引き回しは行われない。また、2016年までに大同寺の引き回しも行われなかった。神社の境内にある神楽殿では、 巫子の舞が奉納される。初日の10月1日は、出汁蔵の前で飾り付けが行われる。出汁は動かないが、お囃子方が出汁に乗り水槽する。出汁巡行の順路は、以下の通りである。矢作神社を出発し、旧東海道の渡る五阿ぐ神社、西岸寺十王道を経て、雪樹神社で折り返す。国道1号を横断、岡崎市西部地域交流センター。 矢作間に立ち寄り、愛知県道44号を岡崎西尾線を通って、再び国道1号を横断、矢作神社に戻る。東の節、東中の節、西中の節、上の節の四つの祭り組みに分かれ、かつては、それぞれの祭礼出しが矢作橋の西に集結し、日が暮れると、提灯に火を入れて神社に繰り込む見入りが行われたと伝えられている。 やはぎ村や幡社の祭礼田しは1814年に白木で建造をされた。大山小八の作。1819年に塗り上げと彩色が施され、1840年に上山の建造と漆塗りが行われた。堀氏は瀬川地助茂光とされる。1973年3月23日、岡崎市の有形民族文化財に指定された。 2011年、17年ぶりに町内引き回しが行われた。2014年2月22日、新しい水引き幕が完成。矢萩村渡るご当社の祭礼出しは1839年頃頃に建造された。三区の出しも同じく大山小八の作である。戦争末期、戦災から守るため、分解した飾りを、ぬかた郡とよとみ村の桜井寺に疎開させた。 しかし公会堂に置いていた銅柄と車輪は岡崎空襲で焼けてしまう。幸い飾りは無事であったことから戦後、騎士により銅柄と車輪を浸透した。楠木正重親子の別れ、竹虎、獅子の谷を落とし、非流力神などの彫刻は瀬川ジスケ氏の手による。1968年2月8日、岡崎市の有形民族文化財に指定された。 2017年、名古屋の市の職人に屋根の修復を依頼し、2018年夏に完成した。同年10月6日の秋の大祭でお披露目が行われた。ありがとうございます。